あとはもう工事が待ちきれないからだとか。はい、こんにちは、重工房のフラッシーです。今日ご紹介したいものはですね、こちらですね。こちらモバレコエアーっていうですね、いわゆるホームルーターなんですね。皆さんのインターネットの環境ってどんなんでしょうかね。いわゆる光回線とかね、最近はニューロ光とかね、早くてとても便利ですよね。とこれオフィスとかに入れるときって結構時間かからなかったですか。確かね、うち3週間ぐらい待たされたと思うんですけど、まあ引っ越しのシーズンとかになると特にもっと1ヶ月ぐらい待たされるらしいですね。回線工事開通までに。今 の光回線とかっていうのは工事がすごく時間かかるんですね。で、まあ金額もまあまあかかりますね。月々5、6000円のネット使用料みたいなね、まあ要は通信費がかかりますから、まあ、決して安くはないですよね。ただまあ家族全員で使うので、まあ、やむを得んかなというふうに考えて使っていますね。ただ、まあ、マンション一人住まいとか、まあ、もっと言うと よく引っ越しする人なんかにね、うってつけのやつがこれなんですよ。モバレコエア。これは面倒な工事が一切いらない、なんて言ってもコンセントを挿すだけなんですよ。コンセントを挿すだけでもうこれで Wi-Fi 端末になってしまう。 Wi-Fi ルーターですね。ホームルーターですから、モバイルルーターの家用と考えればいいですよ。もしくは事務所用で、しかもホームルーターっていうのはこれアンテナがやっぱり全然違う。そうですね、モバイルルーターと違って、まあ、これは 100V の電源を使うので、その受信能力もすごく高いというふうに言ってます。今日おすすめしたいこのホームルーターは、モバレコエアですね。モバレコエアさんのホームルーターですね。これは通常のホームルーター、いろんなホームルーターある中で、まあ、とってもお値打ちなんですよ。要するに、まあ、月々2000円ぐらいの、まあ、詳しい料金は公式ホームページをご覧ください。キャンペーンとかそういったものも常に常時やってますからね、まあ、そういったものを使われればもうちょっと安く使えるかもしれないですよね。プランによっていろいろあるんですけど、まあ、2000円から使えるようなホームルーターです。要するにコンセントともう一個 LAN ケーブルですね。 LAN ケーブルがついてました。でこれをつないで、後ろには LAN、 ここに LAN をつないでやればですね、パソコンとつなぐこともできると、これですね、いうことですね。その他 USB も刺さるようになってますね。はい、まあ、ただこれだけのことなんですよね。すごく簡単なものなので、まあ、誰でもできる、ね、女性でも、ね、工事なんかないんですから、あと線を引っ張る必要もないですからね、はい、そういう意味では非常に便利。もう一ついいところは、これはコンセントですから、例えば3階で使って1階に持ってってみたいなこともできるわけですよ。まあ、1階だとどうしてもいつもつながりが悪いから1階に持っていくとかね、いうことができるわけじゃないですか。光回線とかってケーブルに左右されますね。ケーブルの長さ、ケーブルの長さによってつながる距離が変わってきたりとか、まあ、もっと Wi-Fi ルーターを増設しなければいけなかったりとかいうことがありますけど、これは結果的にこれ1台あれば家のどこに持ってても使えるということを考えれば不便さもないかなというふうに思いますよね。はい、そしてとモバイルルーターを、ね、使う方もいらっしゃいますね。一人前だとモバイルルーターだけでいいよということで、まあ、通常モバイルルーターだけで使えばいいんですけど、ただ友達が来た時とか、まあ、家族で使う時とかって困ることないですか。あれって速度制限がかかりますよね。例えば3日間で10ギガまでとかね、そういう通信量の制限があったりとかするので、それを超えると途端に使い物にならないぐらい遅くなりますよね。動画なんか全然見られないぐらいまで落ちちゃいますよね。私もかつてね、モバイルルーター使ってて、ね、まあ、急激に落ちるんですね。なので、まあ、そうなると全く使い物にならない。まあ、携帯電話も当然そうですよね。今も、だから携帯電話は、そういう制限のないプランに変更していますけども、まあ、そういうことですね。けど、このホームルーター、モバレコエアの場合はですね、そういう通信制限がないんですよ、一切。ないので、例えば家族で使ったりとか、友達が、まあ、大勢来たりとかしてもね、例えば通信制限ないのみんなで使っても別に心配ないじゃないですか、ね、だからそういうことですね。こういう通信制限がないというのは非常に安心ですよね。それと、もう一つね、すごくこれが、まあ、いいプランだなと思っているのがキャンセルですね。キャンセル、通常の Wi-Fi ルーターもこういうホームルーターもそうですけど、いわゆるクーリングオフっていうのができますよね。だいたい8日間としたもんだそうです。8日間のクーリングオフができるんですけど、これに関してはね、なんと2ヶ月間キャンセルができる、まあ、クーリングオフではないですけどね、キャンセルができる。で、自分がも 買ったけども自分のエリアでは使えないとか、ちょっとその使い勝手に不便があるとかいうことが分かった時に、まあ、それをその返品することができるわけですよ。
返品ね。そうすると2ヶ月の間であればその2ヶ月分は、モバレコエアの方でその費用を負担してくれるということで、まあ、キャッシュバックされるんですね。返金されるようなプランだそうです。それが2ヶ月間。だから大きな声じゃ言えませんけど1ヶ月間だけ使うんだったらねキャッシュバックされるわけじゃないですか。だから、まあ、とにかく移動が多い方とか例えばそうですね引っ越しが多い人とかあとはもう工事が待ちきれない方とかいう方にはいいし、まあ、増設でもう1台欲しいとかいう時にもこれ簡単でいいですよね。ですからそういう意味でですねモバイル Wi-Fi とは違うコンセント式のホームルーターということです。では実際にですねこれつないでみようか。こんなふうにねレベル3まで今アンテナ立ってるってことかな、立ってる状態ですね。で、例えば携帯電話でつないでみるとまあ、 あのよくあるパターンですから同じですよ。ここに、SSID とパスワードが書かれているので、まあ、ここにパスワードを入力してやると。で、2.4GB と 5GB と両方使えるようになっているので障害物がないんだったら 5GB 使った方がいいですよね。障害物があるような例えば部屋の構造だったりしたら、まあ、2.4GB の方がいいかもしれませんけども、まあ、通常は5ギガでつないでもいいんじゃないかなと思いますけどね。で、実際にそうだね速度を測ってみましょうか。まあね560っていうところでしたね。さっきねマックス今70出ましたけどやっぱり50ぐらいじゃないですかね。50Mbps ぐらいですよね。これらのスピードだと思います。で通常 の動画なんかを見る分にはですね全然問題なくいけていましたよね。ずいぶん使わせていただいてますけども駐車場を見つけるアプリ、ね、こんなふうにね、まあ、よくあるんですけどコインパーキングを見つけるアプリですね。私は名古屋ですから、はい、まあ、通常動画を見るぐらいは全然問題なく使えそうですね。はい、まあ、同時に何台もやった時にどうなるかちょっと私も分かりませんけどちょっとパソコンもつないでみましょうか。とパソコンでもねYouTube をちょっと見てみましょうか。まあ、2台同時にね、動いてますけども、全然、まあ、動画2本同時に立ち上げても、全然関係ないですね。ストレス溜まるようなことはないですね。ちょっとちなみにパソコンでもね、速度を測ってみましょうか。2台同時で動画が動いてても、まあ、5、60出てるっていう感じですかね。まあ、50ぐらいっていうことですね。まあ、速度はそれぐらいですね。動画を同時に2つ3つ見てもそんなに支障が出るような速度ではないですね。もちろん皆さんお住まいの環境によって違うと思うのでそれをチェックする必要があります。それをチェックするのにさっき言った2ヶ月間のキャンセルができるっていうのは使ってみてやっぱり使いにくいなと、まあ、環境に合わないなということになれば、まあ、返品することができるということですね。そういったのは本当に、まあ、優しいとか親切ですよね。今回はですねそのモバレコエアさんのですねホームルーターというのをご紹介させていただきました。まあ、もしね興味がある方いらっしゃればぜひ公式ホームページをねご覧になるといいと思います。まあ、料金プランはいろいろあるんですけどとにかくキャンペーンをね今の時期は打ってるというふうに聞いてますのでタイミングが良ければ本当にお値打ちにスタートできて2ヶ月間はキャンセルができるとそういうようなシステムです。もう一度まとめるとこのモバレコエアのいい点は通常月々5、6000円かかるものが、まあ、2000円前後で使えて、まあ、3日間で10ギガというような、ね、通信量の制限が一切ない無制限であるということですね。それから、クーリングオフではないいわゆるキャンセル期間ですね。これが2ヶ月間あるということですね。そして何よりも工事がいらないすぐつながる短期間ですね。最短3日で届くというふうに言ってますから興味がある方はぜひサイトを、ね、ご覧になるといかがでしょうか。はい、ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これからも、ね、皆さんに役に立つ情報をお伝えしていきますのでよろしければ、はい、チャンネル登録をお願いいたします。以上、重工房のフラッシーでした。よそ、さろう。